こんばんは。あ、配信してるのかな。お待たせしました来ましたか。みんなにも来てるかしら。あ、来てる。私にも来た。こんばんは。私です。久保田です。お待たせしました。ちょっとツイッターでもつぶやかせてくださいお待たせしました。よいしょっとこんばんは、こんばんは、みんなこんばんは。えいやさほいさ、 LINE ライブスタートしました。お待たせ。はいわ、つぶやかれてるのかな。あ、つぶやかれてない。リンクが貼られてないから、違う、じゃあ貼っとこう。あ、普通にこれあれした、あん、あー、これをリンクをコピーにして、ちょっとブツブツ気にしないでください貼りゃいいんだ。よし、ベストいいのか。はいお待たせしました、久保田です。ということで、今日で LINE ライブ自体できるのが最後になってしまうんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。あ、コメントも来てる。あ、誰かから LINE が来た。誰だ。あ、うちの親や見てるってさっきまでプリちゃんのライブ、あのバーチャルライブ見てるって来たのに、次 LINE ライブ見てるって来た見ててって置くとこ見てて。はい、こんな感じで。そうなんですよ、3月31日でなんか LINE ライブのサービスが終了しちゃうということで、今日が LINE ライブで配信する最後となりますイエーイみんなもうちの親にイエーイ見てるっつってる。見てるよきっと。わかんない、コメントありで見てるか知らんけど。はい、そんな感じで今日はあるんですよ。一応ゲットしたトリプレットビートも持ってきましたし、あとはなんか別にみんなで話すのもありかなって思いつつ、あ、でも一応今日の最後にあれです、次の配信プラットフォームは皆様にお知らせさせていただきますので、ぜひ最後まで見ていただけたらいいなって思います。ちょっと今すごいすごい勝手にマネージャーの筆箱を勝手に取り、カッターで私今開けようとしています。これカッターだよねきっと。イエーイ。なんか最後だからさ、なんか特別なことしようかなと思ったんだけど、別に配信自体が終わるわけじゃないからさ、こんな特別なことせんでもいいかなと思って、いつも通りです。いつも通りのことして次につなげられたらいいなって思ってます。よいしょっと、買ったんですよ。でも私の OCP は多分入ってないのかな。私一応 SV はストーリーをクリアしたんですけど、推しはペパくんです。ペパくんかわいい。ペパくんキャワタンですよ。もうでもスター団のピーニャくんもかわいいじゃないのってなってます。ストーリーあれ3つあって、なんか全部いい話だなって思いました。話だわと思ってやりましたよ。え、ペパくんあれなんだよ、なんか最近あったさ、なんか賞取ってたよね、キャラクター賞みたいな。いい子なんですよあの子はとてもいい子です。なんだっけ、なんとか賞みたいなとったよね。あ、ユーザー投票で選ぶファミ通電撃ゲームアワード2022キャラクター部門、ペパくんが取ってたんですよ。おめでとうペパくんもうみんなのコメントを、なんかハートを送ってくれてる人もいっぱいいるし、コメントも早すぎてあんまりちゃんと読めておりませんがそう、そんなペッパくんは多分入ってないんです、今回のトリプレットビート。でも最近もゲームやったりとか、あれもゲットしました、ジュナイパーゲットしました。最強レイドやってたジュナイパーもゲットしました。うん、ちょっとね、上すぎるとみんなのコメントが読めないんで、私の顔が下に下がりますが、よいしょ、開けていきましょうかね。今日は全部開けられるかわかんないのですが、一応開けられるところまで。え、これ何パック入ってんの、なんかすげえ入ってんだけど、何パック入ってんのこれ。分からず買ってるからさ、こういうの30パックも入ってんだけどこれ
今までってなんか V スターなんちゃらとかを買ってたから、なんか1枚1パックに10枚とか入ってたんだけど、これ5枚入りでワンボックス30パック巻いてます。なんか多いなと思ったの、こうやって持ったらなんか多くないって。開けていきますか。2パックずつ、あ、でも最初は1パックずつ開けていこう。ハサミ持ってきてくれた今マネージャーが。開けていきます。つぶはね楽しんでやってますよ。楽しい。そうだから、あ、ちょっと次の配信プラットフォームの一発目はもう日にちも決まってて、やりたいことも私の中で個人的に決まってるんで、それもなんか発表できたらいいなと思います。1パック目、えい。あ、モノアズだ、かわいい。遅いかな、噛んでる、枝噛んでるね、かわいいね。なあ、なんかあれかい、なんかさ、ワンちゃんとかもありますよね、骨噛むみたいな、歯強くするためにみたいな、歯磨きみたいなしてんのかな、かわいい。続きましてこちら、あ、カヌちゃん、じゃあデカヌちゃん使ってるからゲットしましたよ。カヌちゃんかわいいね。続きましてこちら、あ、イワンコ、ワンコだよ、ほらみんなお友達だよ、ほらお友達だよみんなの、イワンコ。続きまして、あ、ムーマージ、これね、使ったことはないけど、綺麗系で結構なんか大量発生よくマップでしてる私はイメージがあるんで、後で捕まえたいなと思ってます。続きまして最後かな、こちら、あ、スーパーボール。こういうねグッズ系はちょっと分かんないんですけれども、でも私最近ねポケモンセンターオンラインでまた買い物をして、なんかもうポケカを買いすぎて全部ファイリングしてるんです。あのこのノーマルカードと言われるものから全て全部をファイリングしてて、だからなんかファイルがもう足りなくなって、ファイルを新しく買ったんですよ最近。明日ぐらいに届くはず。なんかずっと売り切れてたアルセウスの翡翠のなんかみんなが書かれてるファイルみたいなのがまたなんか再入荷してたのかな、してて、そのタイミングでなんかあれも買いました。これじゃない、このメールではない、どれだ、なんかかやってないのにさ、カードデッキ入れるデッキケース買いました。ぬいぐるみデッキケースピカチュウ、可愛かったんだもん。だって出てくるか、調べたら出てくると思う。ぬいぐるみデッキケースめっちゃ可愛いんだよ、まだ見てないけどね、オンラインショップで見て、わ、可愛い、欲しい、買うっつって買いました。あ、ほら見て、ほら可愛いこれめっちゃ可愛くない、モコモコしてんのかな。そのうち我が家に届きます、これが。キャワタンと思って買いました。ちょっとこのペースだと本当に今日22時までに終わらせなきゃいけないっていうあの使命があるんですよ。あのミートユーがそう、このためにね21時から22時に変えてくださって、マジ感謝。だから今日の配信は22時までに終わらせます。続きましてこちら、あ、メラルバ使ったことないよ。でもなんかすごいフィギュアみたいな質感、イラストなのかな、素敵ですね。続きましてこちら、あ、タマゲタケだって。タマゲタケさ、ゲームの中でちっちゃすぎてマジよく当たるんですが今作のポケモンはね、なんか大きさもなんか忠実というか、ちっちゃいやつめっちゃちっちゃいし、でかいやつすごいでかいのね、すごいよく当たりますこの子に。続きまして、あ、カヌちゃんまた来たね、カヌちゃん。続きましてこちら、あ、踊り鳥だ、いいじゃん。使ったことはないですが、ファイヤーバーとかありますよね、この勝手に言ってんだよこれ、気にしないでね、勝手に言ってるから。ファイヤーバード感ない、このなんか赤と黒の感じ。カリンの衣装こんなじゃなかった取り出し最後、はい、あ、エンニュート、エンニュートのさ色違い欲しいんだよね、今欲しいなって思ってます。なんかいいよね。前戻ってきました。なんかマネージャーのパソコンに勝手に勝手に繋がっちゃって、携帯が一回あの配信ドータラコータラみたいになりました。あ、エンニュート見ました？エンニュートです。戻ってきました？気づいてますよ。ただいま。なんかこれあのマネージャーの携帯でやってるんですけど、マネージャーの携帯が勝手にマネージャーのパソコンとBluetoothかな、わかんないけど何か繋がっちゃって復活しましたね。最後はエンニュートでした。やばい。2パックずつぐらいのペースで開けていかないと終わらん。ただいま。このゆるさがね、いいんです。LINE ライブとかこう、自由に配信できる良さなんで。よし、はい。続きまして、こちら。あ、ジヘッド、あれ、ジヘッド使ったことないよ。お、後ろにさ、見えてるじゃん。街が見えてますよ。これ多分一番でかい。何市だっけ、多分あれじゃない、学校がある街やない、ここ。
ジヘッドでした。可愛いですね、頭が2つ。続きまして、あ、ウェルカム。私ホゲータを選んで、ネモちゃんはニャンホー持ってったんで、クワス系列の子たちあんま見たことないんですよね。こういう子なんだ。なんか今私バイオレットやってるんですけど、もうスカーレットそのためだけに買おうかなって思ってます今続きまして、あ、バネブーだって。可愛いね、バネブー。癒される、あのマップにいると癒される可愛いっていうのがカメラ機能を使って見てますよく。続きましてこちら、あ、ボールタウン。これあれじゃない、ひまわりとかをさ、なんか集めてこいみたいなジムチャレンジをさせられるところじゃないですか。何さんだっけ、あのジムのなんかアバンギャルドってよく言う人イメージ、アバンギャルドっていう人うちのママからも見れんできてる。今見れてるでしょ、今見れてるでしょ。あ、コルサさん。そう、コルサさん、コルサさんいいですよね。なんかヒーローセンターみたいな感じで出てくるのが好きです。最後こちら、あ、バネブーから進化したじゃん、ブーピックでした。使ったことってか出会った、出会いましたか、私出会えてるかしら。いきます、続きまして、はい、あ、カイデン。これ新しいポケモンですよね。なんか強い、なんか強いみたいなの聞いて育てようか悩みましたが、育ててはいない子です。続きましてこちら、あ、ディゴだー。かわいいね、ディゴだ。一時期使ってましたディグ、あ、名前がすぐ分かんなくなっちゃう。ディグ、なんだっけ、進化させて使ってました。ダグトリオ、ダグトリオだダグトリオで使ってました。続きましてこちら、あ、デリマード。これさ、ナッペさんみたいな、あ、なんて読むんだろうね、ナッペ山でいいのかな、ナッペさんなの、ナッペさん、ナッペ山、ちょっと読み方が分かんないですけど、そこで出てきてくれて、あ、出てきたと思って、あとなんかレイドやってましたよね、レイドやってたの持ってます。続きましてこちら、あ、ボスの指令だって。ちょっとこの人はどなたでしょうかどなたでしょうか、ちょっと分からん、前もなんかボスの指令出たな。続きましてこちら、あ、レッスンスタジオ。こんなとこあんのこんなとこあるらしいですよ。あ、 VW ブラックホワイトのボスなんだ。私ブラックホワイトやってないんですよね。ブラックホワイトさ、リメイク来るかね。私はリメイクを待ってんですよ。ブラックホワイトなんかストーリーめっちゃ面白いって話を聞いて、ブラックホワイトのリメイク出ないかなって待ってます。今からね、ディンスでやるのもまあいいんだけど、どちらかといえばやっぱスイッチでやりたいじゃんだからブラックホワイトのリメイク出たらやるぞって思いながら待ってます。続きましてこちら、あ、豆バッター。これもちっちゃいのよね、よく当たります。豆バッター当てて、あ、あ、戦いになった。あ、当たりました、イワンコです。かわいいね。続きまして、お、ヤトウモリ。お、進化したよエンニュートに進化しようよ。続きまして、あ、やれユータン。これなんか別のカードでも、別のなんかパックの時でもやれユータン出た気がする。こいつもなんかマップにいて、うでかいって思いながら避けて通ってます。最後、あ、ルミナスエネルギーですってルミナスエネルギー、そうです。あ、 N 好きそう、よく言われます N 好きそうって。でもなんかみんなはやっぱりポケモン、いやもう世代だからさ、しょうがないのよ。ポケモンラブもうさ、私ほんとちっちゃい頃から変わってないよね。ずっとポケモン好きでポケモンのゲームやって、大人になってもポケモンカード買ってポケモンのゲームしてたよ。何も変わってないでも、え、皆さんは何ソフトどれがいいですか。私はやっぱね、長時間やって色違いとかもゲットしてキャラクターも好きになった剣盾がやっぱり好きなんですよ。あの、好き、キャラクターが好きだから、キャラクター全然もうみんな好きだから。だけど子供の頃やった思い出的にはやっぱルビサファが強いんですよね。ルビサファ面白かったなーって、秘密基地とかさ楽しかったなーって。続きましてこちら、あ、クワストだー、かわいい。いや、ほんと御三家全員くれとも、なんで1体しか選んじゃダメなんて思いながらホゲータを選びました。続きましてこちら、あ、かわいい、シシコだって。かわいいね、ライオンちゃんかな、かわいい。若獅子ポケモンだって、かわいい。もういるだけで癒し。これあれじゃない、こう後ろの背景さ、あの主人公のさ家、実家じゃないわからないけど。続きましてこちら、あ、タイレーツ。これ剣立てでも見ましたよ。タイレーツビビるよね、長すぎって思いながら
あ、すごい、みんなも思い出の書いてくれてる。ルビーサファだったりサームーンだったり、で昔のもやったことない人、今やっても多分楽しいと思いますよ。リメイクとかも出てるのあるから、よかったらやってみてください。ルビーサファも楽しいです。続きまして、こちら、あ、大回転、回転から進化して、もう強いって聞いてさ、よく海のさ、地下ビーチのとこにいるよねこいつ。なんか団体でいて、うわすごい熱って思いながら。続きまして、こちら、ジェットエネルギー、こんな感じでした。そっか、なんか5枚の一瞬で終わるね。ちゃっちゃかちゃっちゃか終わっていく。私絶対にさ、なんかこうキラキラカードが入ってるわけじゃないから、ちゃっちゃかちゃっちゃか終わっていきますね。でも私最近あれなんですよ、基礎ポイントとかをちゃんと、言い方合ってる？公式の言い方が分からなくて、基礎ポイントって言い方でいいんですか？なんか入るじゃん、倒したら防御に入るとか特攻に入るとか、ああいうのもちゃんと考えながら育ててますよ最近。なんか別にいろんな人とバトルするためにじゃないんですけど、あれなんですよ、なんかレイドンもう強いやつだとそれやってないとなんか全然倒せなくてやってます。でも色違いをゲットしてその子を育てるっていうんで、もともとのその子のそのもともと持ってるポイントはあんまりあるやん、なんかさ、チャートレートわかんないけど、なんかあるじゃん、なんか最高とか素晴らしいみたいな、ああいうのはもう色違いを優先してるんであんまりこだわってないんですけど、その後はちゃんとやってます。なんかお金がもったいないんで、なんかさ薬みたいなのでこうあげることもできるけど、私はなんかバンドみたいな、ベルトみたいな持たせて戦わせて経験値とか入れながらやってますね。いきましょう、こちら、あ、ブイゼル、ブイゼルちゃんいいですよね。ブイゼルちゃんは今作は言ってるかね、今作は仲間にしてないですけれども、アルセウスの時に色違いゲットして手持ちパーティーにいました。続きまして、ウッパー、かわいい、パルデンウッパーかわいくない？私今一番狙っている色違いはこの子です。色違いのパルディアウーパーが欲しくて、頑張らなきゃってなってます。色違い、かわいい。なんかね、紫みたいな色なんだよね、確か。続きまして、こちら。あ、また出ました。ネラルバちゃん。ネラルバちゃん、どういう色違いなんだろうね。続きまして、こちら。お、火炎獅子。おぉ、獅子心。お、進化した。すごい。なんかちょっと、いいじゃん。ちょっと話ずれますけど、私最近ツイステッドワンダーランドでサバナクローリオが好きなんですよ。サバナクローリオっていうのはライオンキングが元になってるリオで、ちょっとライオンキング感泣いちゃった。あ、今日そう、ちょっとそれもさ、今日みんなにさ、ちょっとさ話したいというか相談したいことがあって、ちょっと後にしますね、これ。ちょっとじゃあとりあえず15パックずつ入ってたんで、今日15パック開けますね。残りの15パックはじゃあ次のやつ次のやつで開けます。いい、アートカードかな。続きまして、こちら、あ、モロバレルだ。この子もよく当たるんですよね。でモロバレルの方がもうちょっと、でもあんま変わんないよね大きさ。何も聞かなかったことにしてください。どうせ後でこう言うんだから、後で言うんだから。すぐ言っちゃうんだから、そういうの。続きまして、こちら、あ、バネブーちゃん、かわいい、いいですね。続きまして、こちら、あ、ニャオハー、ニャホ可愛いよね。手持ちには入れなかったけれども失敗したなって思いました。ニャホも育てたい。要するに私はソフトを見つかわなきゃいけないってことなんですかね。みんな育てたい。続きまして、こちら、あ、ヤトウモリ、さっきも出てきてくれましたね。2枚目です。続きまして、こちら、わっ、 X レッグ、豆バッタちっちゃいけどさ、こいつ結構なんかスンってなんか意外感放ってるよね、こいつマップにいるとき。強そうって感じで言いましたね。続きまして、こちら、あ、ダグドリを使ってたよ。地面タイプ、そう、私地面タイプの子あんまりね育てられてなくて、だからどうゲットしようかなとか、ダグドリオのそう色違いゲットしようかなとか思いながら悩んでます。いろんなさレイドがさあるからさ、そうなんですよ、なんか経験値飴とか欲しくて、いろんなレイドにめちゃめちゃ参加したり、あとはその今やってる限定レイドみたいな時に、やっぱいろんなタイプの強い子を持ってた方が楽なんですよ、レイド。友達ともやる時あるんだけど、意外とね、一人でね、ソロでやることの方が多いんで。あ、ガブリアスもね、悩みましたよ。でもなんか、どっちかっていうと新しいポケモン使いたいなと思って。続きまして、こちら。あ、また、あ、
たまげたけ、かわいいね、このなんか口うん、たらこ唇みたいな感じ、ふくしててかわいいですね。追加コンテンツは買いました。もう予約して新しい制服と、あと翡翠ゾロワークももらいました。翡翠ゾロワのさ、色違いが欲しいんだけどさ、翡翠ゾロワークは多分さ、卵からじゃないと色違いが出なくて、卵の色違いはあのポケモンホームとつながって連携されてからにしようと思ってるんで、まだ悩んでますえ、ね、こいつさ、マップにいるとさ、なんかさ、落ちてるモンスターボールかと思ってさ、突撃しちゃう時もたまにあるんですよね、私間違えて、うわーと思ってあー、アイテムが落ちてるかも、落ちてるかもと思ってちゃうんですよね。続きましてこちら、あ、モナズちゃん、さっき言ったね、進化できるね、かわいいね。続きまして、あ、デリバード、あ、もうかぶり出してきたよ、サクサクいきます。おお、パルデア動画出たよ、キラッキラや、かわいい。こいつの色違い私今狙ってるっていう、かわいいですね、ドウちゃんです。 EX って書いてある、進化できるじゃん、やったね。キャワタン最後パルデアケンタロスだ。パルデアケンタロスはうちのファイアローちゃんを強くするためだけに一時期死ぬほど倒させていただいてた時期がございますめちゃめちゃ倒してた。続きまして、はい、あ、シシコかわいいね。あ、続きましてヤングース、ヤングースも手持ちに入れたことないんだよね。ヤングースノーマルタイプなの、うつらきポケモンって書いてある、かわいいミニリュウとかのさゾウに乗ってるよ、かわいいよ。続きましてこちら、あ、カヌちゃん、よしよししたくなるね。よし、おお、ボスの指令のなんかアジアンとしたのが来たよねわからんのよ、ブラックホワイトやってないからわかんないのよ。やりましたか、リメイクを、ま、待ってます届けこの思い。最後こちら、スーパーエネルギー回収、え、エネルギー回収されてこんなカードなんだね、当たりなのこのボスの指令は。そうなんだ、でも私がこのボスを知らないから当たりだと思えないのが悲しいですね。ゲーチスおじって書いてある大当たりなの、やったー、大当たった、最後の最後で当たりが出ましたよ。まあ推しピラ来たことがないんですけどね、この配信で。いや、これからも私は買っていくから推しピラが出ることを祈り続けて引いていきたいと思います。続きましてこちら、あ、カイデン、ちょっとかぶってるのはサクサクいきますね。あ、トロピウス、トロピウスいいよね。てか全然まあ関係なくはないんだけど、私ポケモンスナップの何、新しいやつやったことなくてやろうかなって思ってます写真撮るの大好きだからさ、今回もめちゃめちゃ写真を撮っていたのね、ゲームのやつを。そしたらポケモンスナップ YouTube で実況してる人の見て、えこれやればいいんじゃん私と思ってトロピース確かいた気がする、かわいい、バナナついてるな、5人かわいいねあ、ポケモンスナップ楽しいってチューしてる、一生撮れるじゃん、あんな写真って思いながら配信ゲーム実況か、実況動画かな、実況動画見てました。続きましてこちら、あ、進化した、中野ちゃんになった、デカヌちゃん来るかな、デカヌちゃんの色違いも欲しいなと思ってます。今なんかね、まあ、ハンマーの色が違うのよ、なんかこの本これどこが本体だか分かんないけど、このモンスター自体の色は確か変わらなくて、このねハンマーの色が違うんですよ、かわいいね。こちら、あ、マスカーニャだって、進化したよ。可愛いよね、マスカーニャ。あんだけニャオが立つなって言われてたけど、立ったけど可愛かったよね。マスカーニャいいなって思ったけど。でもいいんですよ、私は。ホゲータ選んで悔いはない。最後こちら。あ、ヌーマージでした。あ、そうだよ。デカヌちゃんとかカヌちゃんとかナカヌちゃんが持ってるハンマーはなんかアーマー側から作られてるみたいな、なんか書いてありましたよね、図鑑に。続きましてこちら、はい、あ、ブイゼル、かわいいよね、ブイゼル顔がさ、もう動物って感じかわいいよね。次、あー見て、かわいい、ホゲータです、かアホな顔してるのかわいいね、体当たりしかできないの、かわいいね、ねー、もうどこ見てるんっていうとこ見ながらこうやって口開けてかわいい、あー、ホゲちゃんは本当になんで進化させたんだろうっていうぐらい可愛い。でホゲちゃんも色違いが欲しくて、ホゲちゃんの色違いもホームが連携されてから絶対にゲットしてやるって思いながら、
ほげちゃんかわいいのよ、ほげちゃん。ほげ縫い買ったのいいな。ほげ縫い買おうかな。でもダメよ、私最近話はずれますが、ゴールデンカムイの尾形と刀剣乱舞のへしきり長谷部のフィギュア2体買っちゃったんで最近。買っちまったらよ最近。なんかもともと多分ゲームセンターの景品なんですけど、私ゲームセンターがとてつもなく苦手なんで、もうネットで買ってやるっつって買いました。なんか尾形がなんかこう膝抱えてなんか座ってるやつと、へしきり長谷部がなんかカップラーメンとかのこう蓋を閉じておいてくれるみたいなやつを2体買っちゃいました。飾ってます今家に。続きましてこちら、あ、バネブーちゃんだ。いいの、かわいい系なんだね今回は。続きましてこちら、あ、ケンタロス。これあれだ、なんか今回のケンタロスってあれなんですよね、水タイプがいたり炎というかなんか格闘がいたりとか、いろんなタイプがなんかいるんですよね。最後こちら、デカグース。なんかわいい、なにこれ、なんかおじいちゃんみたいな顔してるじゃない。後ろ手で立ってんのかよお前、かわいいな。ヤングスから進化してな、見てほら後ろ手でなんか立ってるみたいな顔っておじいちゃんなんみたいな感じで立って、かわいい。いいじゃないの。もうね、ポケモンカードはね、もうイラストを見るだけで癒されるっていうのは気になるのが結構ポイントなんですよ。もうかわいい、キャラクターもかわいいし、モンスターもかわいいし、もうほんと一緒やってられる。よし、次の子こちらです。はい、あ、いや、あーもう孫が来たよ孫来たよ、おじいちゃん孫が出てきたよ。続きましてこちら、あ、クマッス、かわいいね、クマッスな。まあもうほんと買うか、スカーレット続きましてこちら、あ、ニャローテ、ニャローテ買うの、え、いいじゃん、かわいいじゃん。もうじゃあ尿法系統コンプリート、かわいい、ニャローテいいね。なんかちょっとニャオハが大人になったみたいな感じがあっていいですね、成長した感があってかわいいですね。続きましてこちら、あ、木肌先生ですよ皆さん、ご覧あれ、かわいいよね木肌先生。私なんかストーリーとかはやってるからあってはいるんですけど、なんか今作さ、やることがすごく多くてさ、なんか学校に主人公たちが通ってるんだけど、その学校の先生たちのストーリーをほぼほぼねやってなくて、先生たちのことあんまり分かんないんですよね。でもジニア先生は可愛いなっていうのは分かるんですけど、だからなんかあれさ、仲良くなれるんでしょう仲良くなりたい、先生たちと仲良くなりたい。だからちょっとそれも今後楽しくやっていきたいなって。そう、あんまがね学校行ってないのよ、もう外に出て遊んじゃってんのよ。でしかもストーリーをちゃんとクリアする前にもうポケモンたちを育てまくっちゃってるから、結構なんかレイドをするために急いでストーリーをクリアしちゃったんで、結構もうね楽ちんでクリアしちゃったんですよ、もうパパパパパみたいな感じで。まあオジピとの戦いは結構ちゃんと堪能しましたよ堪能したんですけど、もうレベルが上がりに上がりまくってるから結構すごいね、もうサクサクサクって進めちゃったから、だからね新しいそのスカーレットを買おうかなと思ってるのは、ちゃんとそのジムとかそのストーリーのレベルと同じぐらいのレベルでもうちょっとなんか苦戦したいというか、あれさ多分さ、バトルすればするほどさ、いろんなアニメーションのカットが入ってくるじゃん。私はねあれを全部見れてない気がするんだよね。そんなの嫌じゃん推しピのさアニメーションは全部見たいじゃん。だからそのためだけにスカーレットを買おうかなって思ってます。最後、はい、あ、ハブネークですハブネークどんな顔してんの、大丈夫かお前、なんかすごい顔してるぞ。あ、でもよく見ると牙すごいね、ベロとか出してるよ可愛いね。続きまして、あとね2パックあります。で15パック開けました。でまだ30分ぐらいだ。はい、続きましてこちら、いっ、あ、シシコン可愛いね。続きまして、あ、カヌちゃん歌舞伎神してかぶり始めてきてるね。お、ウェルカム、いいやん、ここの可愛い、なんかニャローってだっけ、ニャホの第二進化、なんか同じ感じだよねテイストが、いいね。まあね、クワスケートはね絶対かっこよくなると思ってたから、まあそうよねって思ってました。行きましょうこちら、あ、ハヤト、誰だかわからないけどトレーナーが出ましたよ、知ってる人は教えてください、ハヤトくんを。
ハイト君は何に出てる人なんですか？みんなのコメント待とう。あ、最後だけ言っちゃいます。はい。ダグドリオ。金銀のジムリーダー。はあ、金銀やってたけど、私だからポケモンは結構昔からやってるんですけど、もうパン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 パーンってポケモン可愛いだけでやってたんで、もうキャラクターとかね分かんないんですよね。だからもう本当に時間があるならば赤緑からちゃんとやり直したい。ちゃんとやり直したい。もうキャラクターとかストーリーとかをちゃんと満喫するぐらいにやり直したい。飛行タイプ。でも確かに色味的に飛行タイプな感じする。ピジョンレベル9とか使ってくるの？かわいいじゃん。いいじゃん。かわいいじゃん。そうなの。みんなピジョンにやられまくったとか書いてある。ちょっとね、ゲームそんなんかもうただただ楽しんでるだけだからさ。よし。一応15パック目こちら。うわっ！ウルガモス。ウルガモスあれあるよね、なんか未来の姿みたいなの、なんだっけ、鉄のなんじゃらみたいなありますよね。ウルガモスちゃんが出ました。進化したね。メラルバから進化しましたね。虫って感じなんです、すごい。続きまして、あ、にゃんはにゃー。そんな草むらの中に、花畑の中にいて似合うよ。花が、あんた花が似合う。続きまして、あ、イワンコかわいいね。猫と犬。猫と犬が出てきた。草猫ポケモンと子犬ポケモン、猫と犬が出てきましたよ。そしてこちら、あ、ボールタウン。最後こちら、カエンジ氏の普通のが来てくれましたね。さっきなんか違ったもんね。なんかゴージャスのやつが来ましたね。ということで15パック開けてきましたね。でも全部開けるのもいいけどさ、どうしよう、全部開ける？ちょっと、あ、でもさ、あと5パックぐらい開ける？もうさ、開けるとさ、開けたくなっちゃうんだよ。5パックぐらい開けよ。開けたくなっちゃうのって言って、多分今日全部開けると思います。パッパパッパ紹介しながら。よし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 。はい、続きましてこちら、あ、タイレーツ。だから被ってるのはサクサクやっていけばきっと時間内に収まるから。あ、ジヘッド進化しましたね。はい、あ、ホゲンタンまた来てくれ。お、なんか絵違くない？なんかさっきとは違くない？違うよね、だって口開けてない。ぼーっとするだって。ぼーっと、ずっとぼーっとしてていいよ。私が戦うから逆に。続きましてこちら、おお、出てんねん。あ、しかもテラスタルしてるよ。これあれじゃない、フェアリーテラスタルじゃない、この感じ。すごいキラキラだ。出てんねんもね、手持ちに入れて使ったことないけど、なんか丸っこくて可愛いなと思って見てます、よく。いいじゃないの。続きましてこちら、ブーピックですよ。え、いいじゃん、キラキラですよ。そうだよ、ホゲータちゃんのために私と戦えるから、私が守るの、ぼーっとしててって戦いますよ。よし、続きまして、はい、あ、ディグだね、お世話になってます。あ、中野ちゃんかわいい、なんかポニーテールしてるみたいな感じでかわいいですよね、中野ちゃんデザインが。続きまして、あ、ヤトウモリ、ダークさがいいのよ。もう黒っていうのかっこいいね。でも色違いさ、なんか全然違う色じゃなかったっけ。やっと、う、あ、う、もり。エンニューとさ、ケンタテのさ、オリーブさん、オリーブさんだっけ、あの、ローズ社長の秘書みたいな人が使ってんだよね、確か。いいのよ。ふんふんふん。あ、そう、やっと、もりね。色違い見てください皆さん、白なんですよ。はぁ、もう素晴らしい、この色違い。なんか色違いって本当に、どこがみたいなのもいるんですけど、こんだけ色が違えばもう好きってなっちゃう。いいよね、デザインがめっちゃ好きか。まあ確かにデザインもおしゃれでかっこいいなと思うけど、このね、色の違う、このこんなに違うかっていうのがね、結構私の心にガってきてます。次こちら、おお、進化した。進化した、エニトに進化した。最後こちら、あ、ケンタロス。いいよ、耳が違うんだね、ケンタロス。水色ですね。でも今回のね、スズレはね、色違い結構出やすいからいいと思いますよ。色違い、やりゃ出るから、数時間やってりゃ出る。私まだスパイス使って色違い出したことはないんですけど、出ます、大量発生とか出ます。あ、あれ、なんかさ、これもまたなんか、さっきこれだった？さっきの違うじゃん。え、ちょっと待って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 。さ
ピン。違う。あれ、お、どれだ。ちょっともうあのパッパパッパ置いてってる。なんかさっきと同じ。違うよね。やっぱ違うよね。ほら。ほら。かわいい。かわいい口開けてる。かわいい。キャワタンですわ。はい、紹介していきます。はい。あ、負けました。あ、私 SV で初めて色違いゲットしたのは幕の下なんですよ。この幕の下はただただ冒険してたら出てきたんですよ。幕の下の色違いが確かこの手の部分かの色が違くてなんかちゃうくないと思って見たら違ったんですよ。これ狙って出た色違いじゃなくてたまたま偶然遭遇した幕の下がね初めての色違いでした。あ、デリバード未来の姿のデリバードも可愛いですよ。なんかロボット感があって好きです。でボスの指令がめちゃめちゃ出るんですけどね。ね、揃ったんじゃない今回のボスの指令全タイプ。知らんのやってだから。もうやれってこと？やれってことな。ボスのし、わかったよ、やるよ。ブラックホワイトやれいいんだろ、もう。やれよ、そしたら。私はこのゲイチスって人に好かれてんの？逆についてやるよ。じゃあ最後は危ない役でした。そんなことある？ちょっとどこだっけ。そんなことあります。どれだ、どこだっけな。そんな揃い方しない。ねえ、こういうもうさ違うじゃん。嬉しいよ、ゲイチスが来てくれるのもめっちゃ嬉しい。ただ私はゲイチスのことを全然知らない。もう今日初めましてなんだからさ。初めましてだからめっちゃ顔見せに来てくれたってこと？じゃあなんでキバナさんはさ全く出てきてくれないの？なんで？なんでよ。いいよ、もうもう推し変しちゃうぞ。誰にも届かんこの声。推し変しちゃうぞ本当に。顔見せに来てくれたんだよねきっと。あの一人称が僕なんだか俺なんだかわしなんだか私なんだかわかんないけど。はじめましてということで。いっぱい、僕の表情見てくださいっていうことで、いっぱい顔見せに来てくれたんだね。ありがとう、ゲイチス。今日家帰ったら調べるよ、ゲイチスのこと。ちゃんと、ゲイチスについて詳しい人間になってやるよ。いいよ。確かにもう、ゲイチス落ちの人からしたらさ、こんな出すのさ、嬉しい。ほら。なんかいっぱい出た。ほら。もう、ゲイチス祭りです、今日は。ほらこんなゲイチスがいっぱい出ると思わなかった。はい。こんなにゲイチス出ちゃうなんて。押し回しです今日から。じゃあなかなか悪いやつやで。でも私どっちかっていうとあの主人公チームよりも悪者の方が好きなんで、悪者結構ライバルとか敵とかを好きになるタイプなんで意外と好きになっちゃうかも。どういう人なんだろうゲイチス。調べようでマントみたいなの着てる。なんかでもチュスみたいなのしてるね。ちょっと俺ちょっとブラックホワイトやるときに別の目で見ちゃうよ。あ、会いに来てくれたゲイチスだと別の目で見ちゃうよ。はい、あと2パックいきます。はい。あ、ニャオホ。このニャオホもなんかちょっと違くない？鼻の中にいないニャオホ。草も可愛いよ。かわいいねにゃほ。わー、こっち見てるね。かわいいねにゃほ。行きました、こちら。あ、モノズ。あ、カミカミしてるね。歯磨いてんのかな。かわいいね。はい、続きまして、こちら。あ、メラルバ。なんかメラルバとかモノズは別のパターンがないのかな。続きまして、こちら。あ、フドーツ。かわいい。口めちゃめちゃ大きく開けてる。かわいい。なんか、木の実あげたら、その開いてる口の中に。かわいいですね。最後、こちら。あ、木肌先生だ。木肌先生、かわいい。でも先生たち。もっと仲良くなったらいろんなストーリー読めるのかな。結構今回多いじゃないですかキャラクターが。だからねなんか分散してる感ありますよね。キャラクターが多いから人気が。先生たちともっと仲良くなったらいろんな先生たちのストーリーが見れたらもっと余計楽しくなるのかなって思いますね。はい。あ、クワス水の中かわいいね。よく髪直してるね。たまげたけですよ。かわいい。続きまして、あ、チケット。かわいい。もうよだれ垂らしながら木の実歩いて、もうほんとアホな子なんですよ、うちの子は。かわいい。食べ物にしか目がないね。かわいいね。もうそんなに木の実なんか何個でもあげちゃうよ。
何個でも買っちゃう。もう何でも買い与えちゃう。続きまして、あ、カエンジ氏かわいい。同じ炎ポケモンなのにさ、見てよこのさ、こう凛々しい感じとさ、こうちょっとアホな感じ、もうそのねバランスがいいですよね。いろんなタイプのこう需要と供給を満たしてくれるポケモン、素晴らしい。最後、あ、あ、クラベル先生、しかもこれあれじゃない、スカーレットバイ、おまもうスカーレットの方のオレンジアカデミーのクラベル先生じゃない。もうスカーレットを買えってこと、私にもうクラベル校長もいいんですよ。もう校長結構好きだよ。最初なんかわあ絶対この人嫌な人だよって思ってたけどね、全然いい人、ずっとずっといい人だし、お茶目だし、可愛いし、え、これさ校長先生ともさ仲良くなれる、なんか親密度とか上げられるの、え、そんなそんなのもうあれじゃん、攻略ゲーじゃんそんなの乙女ゲー、ギャルゲーに続いちゃうよそんなの、なれるの、嘘。クラベル先生可愛いよね、お茶目でさ、走り方も可愛いよね、なんか可愛いと思う。はい、あと5パックも開けようとしますサクサク開けていこう。校長、校長可愛いのよ。え、バイオレットの方のグレープアカデミーの校長いないのかな、開けていきましょう。あ、可愛い、歌待っててね、色違いゲットするから。続きまして、あ、ムーマだ。このムーマ美女良くないですか、見てください皆さん、可愛いよ。ムーマはね多分いつも美女がいいんですけど、可愛くない、夜泣きポケモンだって。あんたが泣いたらいつでも起こすよ。もう起きて、もうよしよしするよ。真夜中人を驚かせては怖がる心を集め、自分のエネルギーにしてるポケモンだって。キャワタンですね。もういつでもよしよしします。続きまして、あ、イワンコ可愛いね小さい頃はよく懐くだって。あ、まあ、ちっちゃい頃から育てましょうってことなんですね。続きましてこちら、あ、デカルちゃん、いいね。これ別じゃない、さっきとなんか絵柄違う気がするの、気のせい、血がいっぱい見てるか忘れちゃったせ。はい、最後あ、パルデアケンタルス揃ったんじゃない、炎と水と格闘で揃いましたね多分。よし、ピコラシュイト。続きましてよいしょ。はい、あ、うっ、絵が違う、かわいい、絵本みたいなイラストしてる、かわいい。え、その泥どこから出てきた、自分で出したんかな、かわいいね。全然泥なんかないのよね、近くにね。続きまして、あ、ウェルカムですよ、いいね。このこんなちっちゃかった子こうやって成長していくっていうのを見るのがね、御三家はいいですから。続きまして、あ、シシコかわいいねかわいいね。続きまして、あ、いっぱい出た、おお、ウェーニバル、ウェルカムから進化した、これなんかよく踊ってるって聞きましたよく踊ってるって聞いた。友達はなんかクワスを一番最初にもら選んでて、よく踊るんだこの子って言ってました。よく踊ってんだベニバル。最後ロールタウンですね、よくサンバしてるってその子は言ってました。よし、あと3パックでやめるか。でも全部開けたくなっちゃうじゃん、もう全部開けるサクサク。だってさ、いいカードとかさ、もうみんなと喋りたいカードがさ、お家とかでさ当たったらさ、へーってなるの。もうその場でさ、もう廃止してやろうかなぐらいってなっちゃうのよ。もうサクサクやっていきますね、サクサクやっていくって。もうほんと30分ぐらい前からずっと言ってるよね確かにラウドボーン来てほしい。あ、豆バッタ、お、ちょっと絵柄が違う、ちょっと跳ねるだって、かわいい、ちょっと跳ねるらしいですよ。あ、ボイゼル、これ海の中にいるのかな、かわいい、いました。あ、大列、母が、もうそんな顔文字みたいな顔しないで。あ、パルデアケンタウロス、さっきも出ましたね、今回揃ってますよ。あ、そしてレッスンスタジオ、サクサクいきます。よいしょっと、続きまして、これだよねきっと、出てないの。はい、あ、ホゲータかわいい、いいんだよ、ラウドボーン来てくれていいんだよ、バネブーですね。やろうで、かわいいね。続きまして、お、ヤミラミだ、ヤミラミも使ったことないや、宝石掘り出して食べてるらしいよヤミラミって。暗い洞窟に住処を作り、鋭い爪を使って宝石掘り出して食べて、金がかかってるねその体はいくらだいその体。最後はルミナスエネルギーですって。エネルギーとかもちゃんと私全部ファイリングしてるんですよ。
ファイル持ってきて見せてあげたいぐらい激重だけどね紙って重いんだよね。はい、あ、カイデンが出ました。イラスト切れ飛んでる海の中、外の、え、海の中っぽくない？なんか海に飛び込み獲物を感電させて捕らえると海の中っぽい。あ、タラピウスですね。できました。あ、コインキング跳ねてる、跳ね上手。お前が跳ねることを全て褒めてやるよ、上手だねって。よし、はい、お、うわー、え、すごい、ムーマージ、なんかこういう本の表紙みたいなムーマージが来ましたよ。アートカードですね。最後、はい、おじいちゃん癒してくれるじゃん、おじいちゃん。いいよね、ポケモンカードはさ、そのさ、モンスターとかさ、キャラクターとかによってさ、絵柄のテイストが違ったりとかさ、アートカードみたいにこうやって綺麗なカードとかも入ってるからね。もうあの、ほんと何してるのって思われると思うんですけど、眺めてるだけでいいんです、私はっていうぐらいです。はい、あ、やったー、かわいいね。あ、トロピウス、いいじゃないですか。あ、おじいちゃん、孫が来たよ。あ、やれゆうた。で、最後はフローゼル。わぁ、かぶり出してる。まあでもそうだよね、全73種でさ、それかぶるか。だって1枚、あ、1パックに5枚入っててさ、30パックあるでしょ。うわ、家帰ったらこの150枚を私は整理しなきゃいけない。頑張ります。はい、あ、かわいい、ほげた、口開けてね。あ、やろうて、かわいいですね。あはは、かわいい、キングコーヒーも色違いな、ゲットしたいなと思ってます。はい、大回転と最後は校長、よく会いに来てくれますね、校長。今回はあれなのかな、オレンジアカデミーの校長しか入ってないのかな。頑張ります整理はいつもね、あの大好きな匿名ラジオを聞きながら整理してますよ。なんかラジオっていいんだよね。なんかさ、ゲーム実況とかさ、普通のさ、その動画とかはさ、見てないとだけどさ、ラジオってずっと耳で聞いてればいいだけだからいいんですよね。はい、あ、にゃおはー、かわいいね。あ、もうかわいい系できて、ブイゼル。あ、ムーマン、かわいい系か。あ、サザンドラ進化したよ、ジヘッドから。サザンドラもなんか未来の姿みたいなありますよね。へえ、破壊のことしか考えてないらしいよ、知性は高いけどって書いてあります。最後ジェットエネルギーすごいね、飛んでるよ。もうあと2つかな。2つ、これ、あ、これ何、これさ、見た、みんなで見たやつ、みんなで見たやつかな。あ、みんなで見たやつだ。よし、あと2パックです。よいしょ、はい、クワス、あ、ちょっと違うクワス、ちょっと休んでるクワスが来ましたよ。かわいい、腰掛けちゃって。続きまして、あ、あ、え、腰掛けシリーズ、幕の下も腰掛けてる今回腰掛けシリーズなんかね。あ、あと思ったらいいね、あのもうもう食欲に素直なアチゲータ君来てくれました。はい、あ、あった、かわいいそんな温泉入ってるみたいな顔してる、パッカーキャラター。いやー、もう何その表情。カードの中でほとんど顔映ってないけど、そんなに可愛い、ずるいですね。可愛いアートカードでした。そしてラグドリオでしたね。最後です。最後、でも十分満足してんだけどアートレアいいよね。今回のアートレア何種類ぐらいなのかな、書いてないけど。よし、最後、あ、にゃおはです。かわいい、鼻に包まれちゃって。あ、中野ちゃんかわいい系ですか今回も全然違った、ウルガモス、いいじゃないですか。使ったことはないけど強いのかな、ウルガモスって。わあ、スーパーボール。最後はこちらでした、パン、もらばれる、いいね、キノコポケモン。へえ、浴びた部分から吹き出す毒の方針に注意。あ、あ、じゃあキノコの胞子使えるのかな、危ない胞子って書いてある。浴びた部分からモラバレルの火災に似たキノコが入って、へぇ、マリオじゃめちゃめちゃキノコですですね。ということで開封してきましたいいんじゃないの、いい感じにパッパと開封してきました。私はこの150枚を家に帰って整理したいと思います。頑張れ私でもそのなんかカード入れる用のファイルとかはもうとんでもない量を家にストックしてあるんで全然大丈夫ですすごいまとめ買いするんで、ああいうの。よし、
ということでちょっとねみんなにねあの他にちょっと相談したいことがあって、あの私ちょっと前に多分あの課金していいかみたいなのを聞いたツイートがあると思うんですけど、ガチャを課金していいかみたいな、そうあれはあのもう分かってる人もいっぱいいると思うんだけど、ツイステッドワンダーランドのねガチャの課金の話なんですよ。あれでなんかツイステッドワンダーランドの今ね祝3周年なんですけど、その3周年記念でなんか150回その対応してるガチャを回すとなんかコイン150枚集めるとなんか1枚その自分の好きなカード復刻カードっていうの、その昔やってたイベントの復刻カードをなんか1枚交換できるみたいなのがあったんですよ。でわあ推しピがおるから復刻カード欲しいと思って私は課金をしたんですけれども、課金したね復刻カードのキーが今1本ね私のねゲームの手元の中にあるわけですよ。ただねすごく悩んでて今二択なの二択なの聞いて、二択なの悩んでんだよ、どっちと交換しようってあーうーどっちと交換しようって、悩んでるのがですねこちら、私の推しピアズールくんの復刻のビーンズカモっていうイベントの復刻カードと、あと最近ねもうねサバナクローリョが好きすぎてサバナクローのあのレオナラギージャックのカードを集めたくてしょうがないのね最近もうで、ラギーくんも SSR を持ってるしジャックくんも SSR を持ってるから、レオナさんの SSR どっちと交換しようっていうのを死ぬほど悩んでて、これじゃあだったら両方交換できるように今から課金すればいいじゃんっていう人もいるかもしれないんですけれども、今はもうそのこの復刻限定 SSR と交換できるキーと交換できるコインがついてるガチャがもう終わってんですよ。だから今年はこの1枚のキーで、あーどっちにしようと思ってなんでんの、どうしたらいいと思うもうど助けてみんな、私には決められんこんなの、どっちがいいと思う、うわ悩んでんのよ悩んでんのよ、ほんと聞いてほしい。私はさ小さい頃からさこのポケモンにさ心を奪われてるけどさ、私はさ中学生ぐらいから一生さこのトボソヤナ先生に心を奪われてるのねずっとあのトボソヤナ先生っていうのはあのこのツイステッドワンダーランドのなんか原作というかキャラクターデザインとか結構その主となって動いてる漫画家さんで、黒羊をね描いてるね先生なんだけど、私は中学生の頃から黒羊が大好きなのね、もう一生トボソ先生に私は心を奪われ一生でもめちゃめちゃ絵が綺麗なのトボソ先生の絵ってなぁと思って、黒羊読んだことない人面白く読んでください。でもあの黒羊もいいんですけど、これちょっと変なものと取りますけど、トボソ先生が出してる1巻しかない漫画があるんですよ、あれも読んでほしい、めちゃめちゃ面白いから一巻で終わる。ただねきっとあの男性よりも女性の方が好きだろうなっていうような感じなんだけど、普通に面白いから読んでほしい。なんだっけな、あこうラストブラスターっていう漫画めっちゃ面白いね、一巻で終わります、一巻で終わるからお願い一巻だけ読んでそうなのよね、多分先生のねイラストに私は一生いい意味で狂わされ続けてる一緒、ねえどっちがいいと思う、レオナさんかズルかやめてくれよ、もう本当に今からでも課金させてくれよ、悩みながら、どうなのよ、一人だけなんて選べないよ本当に。でもこういうこと言うと誰でも大好きなんだって言われるけど、違うな、私はね好きなキャラクターだけが好きなんですよ、誰でもいいわけではない、好きなキャラクター好きなの。なんでみんなそんなレオナさんを押してくるの、アズールもいい子じゃん。でもそうなんだよね、アズールのね SSR はね結構持ってんだよね、リアリティで見たらいいのか、結構あんのよ、結構持ってるよ私SSR アズールのね SSR は3枚持ってんだよね、でラギーも3枚持っててジャックは1枚しか持ってないから、めっちゃレオレオナさんのね SSR 持ってないからレオナさんの方がいいのかなと思いつつ、でもビーンズカモのアズールかっこいいじゃんもう決めらんない、悩んでる、あーならレオナそうだよね、そうなんだよね。あとすごい今から個人的な話をしますよ、個人的にイラスト的に多分ね
レオナさんのイラストの方がなんかもう美しい系なのよ。美しいって感じだから、イラストの感じでどっちが好きかって言われたらレオナさんのキャラクターのその書いてあるイラストの雰囲気はすごく好きなんだけど、なんかもう神々しいみたいななんだけど、でもこのさビーズカムの衣装着てるアズールかっこいいな、もうしょうがないじゃんっていう風な気持ちになってて、みんなに聞こうと思ってるんですけれども、でもこれあれなんだよね、覚醒させたらまたイラストが変わるんだけどさ、覚醒させたイラストは見たくないのよ。見てから決めようと思ったんだけど、それは未来の自分の楽しみとして撮っておきたいの。だからそれはちょっと違うから、レオナさんにしようかな。そうだよね、アズールは3枚持ってるもんね。レオナさんにします。31日までなのよ、だから今日交換しなきゃと思って交換する、したー、うちに来てくれた、はあ、プレゼントボックスに入ってる、受け取り、あ、ちょっと声聞きたい、ファッションショーね、はあ、もう素晴らしいですね。高いぜ、覚悟しておけよ。もうイラストが、もうイラストとんでもなく綺麗じゃねえか、ほんと最強か、スクショしとこう。よし、なんでこの俺が妖精の真似事なんてしなきゃなんねんな、さっさと終わらせ、褐色っていいよね、素晴らしい。はい、ということですいませんあ、ちょっと授業受けさせてとこう、溜まってる LP とかもったいない、授業受けさせとこう。はい、ということで あ、すごい、声優さん、声優さんどれなんだろう、私さこういうゲームしてる時はもう声優さんのことを気にせずやってるから、そうなんですよ、なんかよくキャラクターとか好きって言うと、あ、じゃあ私声優さんもやってるからこのキャラも好きなんですかってよく言われるんだけど、まあ声優さんで見てないからキャラクターとして見てるからあんまり興味ないですよね。みんなの方が知ってそうみんなが言ってくれてる、みんなから聞いてくださいということでやってまいりましたが、あ、ダメだよ、これからお知らせすんだからダメだ、ゲームしてちゃダメだ。はい、ということでメインライブいかがでしたでしょうか。こんな感じでこのラストにあったラインライブのアーカイブは多分31日のこのサービス終了するまでは残っていると思うので、好きに見ていただきつつ、なんか見たいアーカイブあります？多分全部残ってるよね。なんか見たいアーカイブあったら、31日までだったらいいよ何見たい、みんな何があったか忘れてるか何があった、ゲームしてたりポケモンカードをやってたり、全部はちょっともったいないからやめましょう。一つにしよう、一つ何がいい、あー、なんかねいっぱいあるんだよ。あ、剣盾やってたり課金してるの見たり、あ、アルセウスもやってるねあのお誕生日のやつもある、あ、そうだ、デュラララのくじに課金したわ私懐かしいしたわ。で、昔のものの方がいいのかな、開封したり喋ったり、あーね、キバナさんのために着替えてね、すぐ着替えさせられたやつねじゃあ一番最初のそのデュラララに課金したバースデーカウント配信にします。じゃあこれを後でアーカイブとして見れるものにしておきますので、見たい方はぜひ見てみてくださいということでやってまいりましたが、いかがでしたでしょうか。もう2年ぐらい2、3年やってたのかな、2、3年やってた LINE ライブ、なんかこんな感じでゆるっと毎回配信しているんですけれども、みんなはどうでしたか、楽しかったですかね。私は結構好き勝手やらせてもらってたんで楽しかったですけれども、まあこういうね配信、 LINE ライブでの配信は終わりますが、次の配信元決まりましたよ、発表したいと思います。別にそんなもったいぶってすることじゃないから、ですね、きっとみんなが一番見やすいであろう YouTube で配信することに決まりました。それに伴いまして YouTube のチャンネルを作りました。ただ一つみんなに伝えておくのは、あの YouTube ができたら、じゃあ動画を投稿してくれるんだっていうのは大間違いです動画を投稿する気は今のとこなくて、今のところは生配信用で使っていけたらいいなと思ってるんで、今後は多分 YouTube で配信していくので、今ツイートしますね。あ、今じゃなくていいか
あ、見終わってからでいいか。 YouTube で配信してると思うので、あ、でも今見たらみんなチャンネル登録してくれる？チャンネル登録してくれるんだったら今つぶやこう。なんてつぶやけばいい？4月から、なんて好き勝手やる配信は YouTube で行うことに決まりました。チャンネル登録よろしくお願いします。今のところ配信用のチャンネルです。まあ、待って URL ツイートするから、お知らせリツイートしろって書いとこう、うん、リツイートしろ、拡散してくださいまし。はい、ツイート、はい、しました。これを血は固定にしとけばいいんだよね。固定にする、固定した、はい、ツイートしました。チャンネル登録しといてくれたらありがたいと思います。おやい、もう11人もしてる、みんな早すぎ。でも今まで通りこの LINE 自体は終わらないので、公式 LINE はまたその配信とかするときは公式 LINE からもお知らせするし、あの Twitter でもお知らせすると思うんで、ぜひ見ていただけたらいいなって思いつつ、まあでも別に何だろう、やることこれと変わんないんで基本的に。なんか他にもいろんなプラットフォームあったと思うんですけど、なんかわざわざそれのためにね、アプリ入れたりとかログインとかなんか登録しなきゃいけないっていうのはきっとみんなめんどくさいだろうなと思って、だって自分が役の立場だったらめんどくさいもん、それのためになんか登録するなと思って。で、多分みんなが一番親しみやすかったりとか使いやすかったりとかするのは YouTube かなと思って YouTube にさせてもらいました。あ、チャンネル登録してくれた。そう、画面はね、もしかしたら横画面になっちゃうかもしれないんですけれども、アーカイブも残していけたらいいなって思ってるんで、よかったらぜひ見てみてください。そして、そう、私はね、次回やりたいことがあって、もう次回もやる日程とか決まってるんですよ。え、あと2分ぐらいしかないけど告知できるかな。次回は一応今のところいいよね、もう言って、うん、今のところは4月の5日の19時からやる予定で、あの勝手にこれマネージ知らないけど、私が今勝手にやりたいなって思ってるのは、あのポケモンスカーレットバイオレットの私の図鑑埋めをみんなに手伝ってもらうために、ワンボックス分みんなとポケモンを交換するっていう配信をできたらいいなって思ってます。意外となんかレイドをよくやるんで、レイドのポケモンがめちゃボックスにあるんですよ。なんでなんか強いポケモン欲しいとかは分かんないけど、強いポケモンあげられるか分かんないけど、みんなとポケモン交換できたらいいなと思って、で私の図鑑埋めにみんなに手伝ってもらうっていう、でその図鑑埋めもなんかこのポケモンがないからみんな交換してくださいっていうよりかは、みんなが勝手に私がこれ持ってないだろうって想像して、あの勝手にください。だから別に強くても弱くても何でもいいです。手持ちには入れないだろうし、ただなんかみんなとそういう楽しいことができたらいいなって思ってるんで、一発目の YouTube は4月5日19時からみんなとポケモン交換、まあ、ワンボックス分ぐらいできたらいいなって思ってるんで、よかったらぜひ遊びに来ていただけたらいいなと思うので、よろしくお願いします。ということでこんな感じで終了しましたが、いかがでしたでしょうか。あ、だからそう、全然進めてなくてもいいんですよ。だって私その初期でね、まだゲットしないポケモンとかもいるかもしれないから、なんか強いポケモン欲しいとかレアなポケモン欲しいっていうのはないです。それは自分でゲットするんで、好き勝手交換にしてくれたらいいなって思ってるぐらいなんで、なんか気が向いた方はぜひ見ていただいて交換も参加していただけたらいいなと思うので、よろしくお願いします。ということで、ラインライブ約2年ぐらいありがとうございました。以上、久保田美優でした。バイバーイ、切ります、バイバイ。